初めまして。初めましてじゃないですね。この前戦いましたね。切られましたとか。大名銀次です。はい。早速質問させていただきたいんですけども、はい、ガイラはなんで、これ質問したら失礼だな。ガイラの表情はわかりませんね。ガイラは普段何してるんですか。この町の平和を守っています。平和を守る。もっと言えばヒヒイロカネを守っています。なるほど。ヒヒイロカネというのは一体どこにあるんですか。この町の地下に眠っている伝説の金属と呼んでいる。なんか具体的な場所とか、ここの地下に。それは言えん。言えませんか。ただ一つ言えるのは、白銀のとこをあさってみるとよかろう。白銀のところ。白銀のとこと申します。白銀のとこ。白銀のとこ。そこに転がっている石の中から時々キラリと見えることがございます。ああ。そういうので、あの我々装甲侍はパワーアップはできるんですか。はい、可能ではありますが、その技術を持った者はもうこの世にはおりません。ああ、なるほど。その末裔とか。今の八谷田強伝は末裔がおりますよ。その末裔こそが仙台桃花でござる。結構食いしん坊。ペコペコでござる。ガイラさんは何か食べ物、好きな食べ物とかってあるんですか。そばが好きでござる。サバですか。そばでござる。そばですね。サバとそばはかなり違うですね。ああ、そうですね。そうですね。うどんは食べない。うどんは邪道でござる。邪道ですか。そばでござる。僕もよくざるそばを食べるんですけど。ざるそばなどと、日本人ならば盛りそばと言ってもいないって言われたの。盛りそばですか。口を回って失礼しました。例えば最近ちょっと分かり、はい、タケルってやつが、ブラキオでババゾが変身したんですけど、その次どう思いますか。悪くはないでござるよ。はい、この若造にこの大竹を守れるでござる。まあ大丈夫です。僕と一緒に戦っていきますから。さっき僕と戦ったよね。はい。さっき敵間違って一緒に戦ってましたよね。それはあれだ。ナユタっていう謎の声にそそのかされたんだ。で、ナユタっていうのは何なんだ。拙者も記憶の彼方ではござるが、ナユタ自体は仙台にこの初代の巫女の名前でござる。仙台の巫女だが、あの声の主はどう見ても同一人物とは思えな。あ、大竹ができた頃からずっとそれをね、付け狙っている者がいることは知っているとござる。もしかするとあれはもはや怨霊かもしれんでござる。怨霊、怨霊となってまでこの大竹のヒヒロカネを狙うとは言語道断。それは一つ気になったんだけど、もう俺もこの最近この町に帰ってきて、それは俺がこうラセジアの力を手に入れてブラキオンと共に戦って、ある程度この町をちょっと調べたんだ。その中でここの古く伝わる言い伝えが中に、鎧をまとった戦士、それのまあなんていうんだ、こう記されたものが、古文書でございます。そうだな、古文書というのか。それが一応そうだな、俺が見た時に5つあったんだ。おう、ということはこれは他にも装甲侍がいるということか。拙者の記憶の中では確かに5ついたでござる。確か羅刹者は第二の鎧ということだった。そうだな、第二の鎧だ。しかももっと言えば5つの中で最強の鎧が羅刹者だった。おう、この力が炎の化身とも呼ばれる。それを極めることができれば一瞬で一つの山を山火事にし、さらにはそれを消すことさえも可能だ。おう、
何をしているでござるか、カメラマン。パオ、これはお主のものでござろう。手放しちゃはならぬ。片付けない。まさか松はない。バレたか。ナイス。